カール・オイゲン、1782年、カール・オイゲンは、ビュルテンベルク公、カール・アレクサンダーとトゥルン・ウンとタクシス公、アンゼルム・フランツの娘マリー・アウグステの間の長男。ルートビヒ・オイゲン、フリードリヒ2世、オイゲンの2位。1728年、当時、ビンレンタール公だったカール・アレクサンダーと、ヒ・マリー・アウグステの間の長男として、ブリュッセルに生まれた。 1737年に、父の死と同時にわずか9歳で、ビュルテンベルク公爵位を相続したが、あまりに幼いため冒険の親族である、ビュルテンベルクのイエンシュタット公カール,ルドルフ、ついで、ビュルテンベルクイコールエールスを焼け、カール・フリードリヒが摂政として、広告を収めた。カール・オイゲンは、プロイセンをフリードリヒ2世の宮廷で教育を受けた。1744年、 カール・オイゲンは、ブランデンブルク・バイロイト編強迫フリードリヒと、ヒ・ビルヘルミーネの一人娘で、プロイセン王フリードリヒ二世の名でもあるエリーザベト、フリーデリケ・ゾフィーと結婚した。夫妻の間に生まれた一人娘は、生後13ヶ月で亡くなり、エリーザベトは1756年に、夫の元を去って、実家のバイロイト宮廷に戻り、1780年に、亡くなったが、 二人は決して離婚しなかった。カール・オイゲンは、妻、エリーザベトを帰り見ずに、数多くの愛称を囲い、認知しただけでも11人の初出子を設けた。カール・オイゲンは1785年に、最後の愛人だった、フランツィスカ・フォン・ホーエンハイムに、伯爵夫人の称号を与えて彼女と、帰線結婚し、さらに晩年の1790年にはフランツィスカを、 正式な妻として、ビュルテンベルクコーヒ妃ーを名乗らせた。カール・オイゲンは、治世初期には、強圧的な異性者であった。彼は1744年、父に徴用された、ユダヤ人財務顧問で、父の死後に軽視したヨーゼフ・ズユース・オッペンハイマーの墓を掘り起こさせ、領民への見せしめとして、オッペンハイマーの死体を、鉄の籠の中に吊るして公開した。この死体は、 その後6年間シュトゥットガルトの公主題にさらされ、続けた。1751年から1759年にかけ、カール・オイゲンは、自分の古文館で巧妙な自由主義的法学者だった、ヨハン・ヤコップ・モーゼルと激しく対立した。モーゼルが、公爵の絶対主義傾向を通列に非難したためで、ある。1759年、ついに、カール・オイゲンは、モーゼルを、 体制転覆を意図した文書を執筆したトガで、告発し、5年間モーゼルを投獄した。しかし1764年に、モーゼルが解放された際、フリードリヒ2世の仲裁により、カール・オイゲンは、モーゼルに、以前の感触、地位及び称号をお返している。カール・オイゲンは、文学者、フリードリヒ・フォンシラーの最初期の講演者の一人だった。 カール・オイゲンは1765年にルートビヒスブルクに公共図書館を設置したが、これは現在のバーデン・ビュルテンベルク州立図書館の前身である。また、シュトゥットガルトのシングードのソリキュード宮殿、ホーエンハイム宮殿など、現在のビュルテンベルクに残る重要な数多くの宮殿を築かせた。 しかし数多くの宮殿の建設をはじめとする彼の莫大な散財のためにビュルテンベルクの財政は破綻に追い込まれた。このためカール・オイゲンはフランス政府からの莫大な融資を受ける代わりに大勢のフランス軍がビュルテンベルクに駐屯することを認めざるを得なかった。1793年ホーエンハイムで死去した。公爵位は 弟のルートビヒオイゲンが相続した。最初の妻エリーザベトとの間に娘を一人、うけたが、幼くして死んだ。このほか、数多くの愛称との間に生まれた11人の被着室子を認知している。また、カールオイゲンには認知していない者も,も合わせると77人の被着室子がいたと言われる。ありがとうございます。